お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回はですねランクル40のね肌下からねオイルが漏れてるんですね。で、車検の時にねトランスファーとかねレフとか、ミッションオイルをね交換してあるんで、まあそれと同じね綺麗なオイルがね今回すぐ出てたんで、まあミッション系から漏れてるんじゃないかなとは思うんですが、まあこれからですねアンダーガード等をね外しながらそこのね漏れてる箇所をね特定していこうかなと思います。はい、でまあ泥とか結構すごいんでね、それをちょっとパーツクリーナーで洗いながらどの辺から漏れてるかっていうのをねちょっと特定しないと部品も注文できないし、プランもね立てれないんで、これからそれをね探しに行こうかなと思います。こんな感じになります。よろしくお願いします。ちょっとね、暑いんでね、ファンをね回してるんでちょっとうるさいかもです。すいません。道具をね用意します。よいしょ、よいしょ。重たい、重たいな。これぶつかっててアンダーガード曲がってるっていうの。よいしょ。うわすごい。うわこれすごいな。これすごいな。よいしょ。よいしょ。あーれこれなんだ。あ、上からも打ってんの。いや違うな。ああ。
もしかしたらこれはですね、なんかぶつけてっからケース割れてるかなと思って心配してたんですけど、ケースは割れてないみたいですね。どういう風になってるのかよくわかんないけど、ボルト関係か。ちょっとね、もうちょっとね、掃除してみる必要ありそうですね。はい。なんかざっとね見た感じだとこの辺がねびちょびちょに濡れてたんで、このサイドブレーキかな、これの配管、多分このドリフンギアのところ、スピードメーターのねギアのところあたりから漏れて、まあこの辺も滲んでんだろうけど、かもしんないですね。ちょっとね、かもしんないかわかんないんだけど、よいしょ、これ変かな。フランチのところは漏れてなさそうですけど、これ持ってんのかな。この辺も今一回ねざっと掃除してからね1時間ぐらい放置しといたんですけど、なんか他は持ってなさそうですね。
番心配だったのはちょっとケースをね擦ってんのがね心配だったんですけど、なんかその辺は大丈夫そうですね。まあダメだったら直すしかないですけどね。はい、これでね、もうちょっと様子見てみます。はい、なんかね、ここのね、ボルトがちょっと怪しいんで、オイル抜いて、ここシールつけてからもう一回締め直します。新品だよね、オイルが新品。この間交換したばっかなんで、まあちょうどいいでしょう。だいぶ漏れちゃったから少ないですね、多分両方多分吹いてたと思うんですね。多分これから吹いてると思うんですけど、ただこれも濡れてるんで、ここのボルトも抜いて、ここ貫通だからシール剤を入れて締めてあげないといけない。ここはそんなに神経質になることないんで、ちょっとだけ、ああボルトが多分ね痩せちゃってるのかな。ここに吹くわけいかないんで、よいしょ。はい、ドレーンはねちょっと締めちゃいました。先にテレテレずっと出ちゃうんでね。あとここをネジ山を少し掃除して、できました。まあ軽くうっすら液体パッキン濡れてれば大丈夫でしょう。ネジロック剤でいいんでしょうけどね。ちょっと今回様子見でこれでやります。はい、そうしたらねオイルの方補充してきます。硬いでも。
スピードメーターのねケーブル外します。抜けちゃった中ね。よいしょ。ああ、これだな、漏れてた。この辺だね。ああ、この辺のシールだ。一回中のシールは、ああ、中のシールは結構大丈夫そうだけど、この外側のシールオーリングがねダメになってますね。はい、このオーリングね交換します。一応これ新品取ってあるんですけど、今回はちょっと交換しないです、時間の都合で。あとやるならもうちょっときっちり綺麗にねやりたいんで、オーリングだけ交換します。はい、ね、それではね、このオーリングのセット、アマゾンで買ったやつなんですけど、そこから出してね、この右側がね、交換するやつです。こっちはもうね、潰れちゃって、丸じゃなくなっちゃってますね。はい、はい、こんな感じでオーリング変えたんで、これをね入れていきたいです。ですが、よいしょ、入った、いい感じですね、スポットね、よいしょ。よいしょ、ちょっとだけおまじないをして、残りのねオイル入れていきましょう。
入ったね。ちょうどぴったりで入ったね。うん、いい感じだったんだね。よいしょ。はい、こんな感じでね、とりあえずは、終了となります。これでちょっとね、様子見ですね。はい、じゃあ、しそ煮で行ってこようと思います。以上です。ですね、今入っていくとこんな感じなんですよね。今アンダーガードつけたんですが、アンダーガードがね潰れてミッションの方にね当たってたんで、オーハンマーと蹴りとプレスでだいたい形にしたら、ドレンボルトとかね出なくなりました。本当だったらもうちょっとこれ下げたかったですね。まあつらい位置より中入ってるんでまあいいでしょう。はい、まあまた外すんでね、すぐその時にまたちょっとね、今日の今あるものだとそれぐらいしかできなかったんで、まあ油圧プレスも便利だなとは思いましたけど、はい、大ハンマーの方が早かったです。大ハンマーでバッチンバッチンちょっと叩いたんで、はい、でまあケースにね傷ついた、あ、これでアンダーガードがね当たった跡があって傷ついてたんですが、まあ傷だけで良かったですね、割れてなくて。はい、まあそれが心配でちょっとパーツクリーナーで洗ってきれいにした後ね、ちょっと1時間ぐらい外出てたんですよね。滲んでたらやだなぁなんて思いながら、まあケース割れてなかったんで今回はね良かったです。はい、これで作業はね以上です。はい、お疲れ様でした。今回ですね、ランクル40のね、ミッショントランスファーあたりからねオイル漏れがあるみたいなことでね、悪いところを探していましたが、まあスピードメータドリブンギアのねオーリングがねカチカチだったので変形しちゃったので、それの交換と、あと1本ボルトがね、貫通ボルトの方がちょっとにじんでる感じだったんで、そこにシール剤打って、もう一回締め付けて、オイル補充しておしまいとしました。まあ今回ですね、開けた時にねアンダーガードを取った時にねびっくりしたんですが、まあ、トランスファーにね当たった傷があって、アンダーガードの方の鉄にもですね、打った傷があって、アルミでねガッてえぐられたのがあったんで、すごいねケースだけは割れてなきゃいいなと思ったんですがね、まあ割れてない感じなんでねすごく良かったです。はい、まあ割れちゃうとねまた下ろして洗って乾燥させて溶接肉盛りしてって感じになっちゃうんで、これはめんどくせえなと思ってたんでね。はい、まあこれでね今回ねまた様子見で次の漏れてるところをね探していこうかなと思います。はい、まあね僕が手に入れた時にはもうねすごい手当たり次第にねいろんなとこからいろんなものが漏れてるんでね、はい、まあ一個ずつね潰していこうかなと思います。はい、まあ今回はねこれで以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。